痛風魔人さんからいただきました。何ですか痛風魔人。大丈夫ですか。大丈夫ですか。気をつけてください。ですね、今まででもらって嬉しかったファンからのプレゼント、その逆にもらって困ったプレゼントって何ですかっていう。いや、もらって嬉しいもんみんな嬉しいですよ。そうですね、何もらってもやっぱ気持ちこもってますんで、何もらっても嬉しいですよ。もらって困るもの、まあ、一つだけね、申し訳なくあるんですけど、お守りです。これはね、なんでですか。いや、まあ神様同士が喧嘩しちゃう、一致団結してくれればいいんですけどね。やっぱ好き嫌いありますんで神様もね。そうですよ、ね、でもそれはちゃんとね、あのお寺行って、うん、はい、ちゃんとやってもらってるんです。そうなんですか。審査もあったら、はい、そうなんですね、はい、それ